いっけー、マグナムトルネード。はいはい、こんばんは、セイバーゴーです。こんばんは。兄貴はセイバーレッドですね。はい、なんか暖かくなりましたね、うん、はい、ミニ四駆、うん、懐かしいですね、ミニ四駆、うん、うん、まあミニ四駆の話全然関係ないんで広げるのやめましょう。はい、皆さんどうお過ごしでしょうか。僕はもう花粉症によりですね、もう毎日ですね、もう殺意の波動に目覚めた竜みたいな、感じになってますよ。もうイラつきすぎて、花粉の時期などね、もうほんと毎日ね、もうほんと殺意の波動に目覚めちゃうんですよね。もう殺意の波動で朝目覚めるっていう感じですよ、本当に。もういや、もう痒くて痒くて、もう喉に手突っ込んで、もう喉指で本当に喉の奥かいてるぐらいですからね。喉からそれで毎日出血してるぐらいですよ、本当に。もうそれぐらい重度の花粉症で、もう本当に目は痒いし、鼻はやばい、鼻止まんないです。もうくしゃみもすごいし、喉は痒いしさ、もう最悪、本当に。もう花粉とか死んだらいいんじゃない？うん、なんだよもう花粉って。ほんと杉とかヒノキとか死んだらいいんじゃない、本当にと思うよ、もう。はい、ですね、まあ、今日の動画は何の話かと言いますと、ですね、よく言われるんですよね、コメント欄で、うん、最近コメント欄系ネタのね動画多いんですけども、よくコメント欄で何のためにね、入れ墨入れたんですかみたいな、いう風にね、聞かれる方が結構いるんですね。何のためにそんなことしちゃったんですかみたいな、意味なんてねえよ、意味なんてねえよなんでそんな意味を求めんだろうと思って、うん、なんだろうな、ただ単純に好きだから、ただ入れたいと思ったから、うん、ただ単純にもう入れ墨がかっこいいと思ったからですね。まあそれも一つの意味なのかもしれないんですけども、特別な意味なんてね、特にないんですよ、うん、なんか意味を込めてやったのみたいな感じのね、なんか意味があるんでしょみたいな感じの人多いんだけど、全ての物事に意味がねあるわけじゃないと思うんですよね、俺は、うん、まあ広い意味でね、広い、なんか今ここ通ったねなんかここ通ったね、またここ俺の部屋スカイフィッシュ大量発生してんだよな今な、うん、全ての物事にね意味があるわけじゃなくてね、だから広い意味で言うとね、本当に広い意味で言うと全てのね、物事に無意味なことなんてねえよとかね、よく言うじゃないですか、無意味なことなんてこの世に存在しないよみたいなね。確かにすんごい広い意味で言えば、無意味なことなんてないのかなとは僕も思うんですけど、なんだろうな、その広い意味じゃなくて、直接的に考えた時に意味のないことって結構いっぱいあると思うんですね。うん。まあ、何度も言うけど、なんだろうな、広い意味では無意味なことなんてね、存在しないんでしょうけども、シンプルに意味のねえことって結構あると思うんですよね。うん、例えば今俺が、おお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 って、こういうね、わけのわかんない声を出していることに意味があるかつはないからね。今のはまあ説明する意味だったかもしれないけど、意味のないことっていっぱいあると思うんですよ、この世に。うん、で、すべてのものにね、本当に理由とかね、意味があるかつは絶対そうじゃないんですよね。だ、世の中いろんなニュースがあって、毎日ね、ニュースで、暑い。なんかね、すごい、なんでこんなことしたのっていうニュースあるじゃないですか。なんでこう、殺しちゃったのみたいな。なんでこんなの盗んじゃったのみたいな。なんでこんなの壊しちゃったのみたいなニュースあるでしょう。なんで、なんでっていうね、人いるけど、いや、意味なんてねえよっていう場合があるんですよ、結構ね。意味もなくすることって結構あると思うんですよね。全てに対して、うん、ねえ、俺のね、友達なんてね、セブ、まあ、某コンビニね、のね、某コンビニの前でね、ヤクの取引して、うん、パクられた、もうマークされてた刑事にパクられたやつとかもいましたけど、なんでセブイ、セブンじゃ、なんでその某コンビニの前でヤクの取引したのってね、言う人いるんだけど、意味なんてないんだよ。本人に聞いたら、いや、バレると思わなかった。どこでやっても同じかなと思ったみたいなことでしたから、そうだよね、と思って。うん、意味なんか特にねえよねっていう。うん。まあ、マークされてたらどこでやったと同じだからね。うん。
なんか意味のね、ないことなんかいっぱいあるんですよね、このように。うん。なんで入れ墨入れたのって、まあ、ただ単純に、いや、別にいいと思ったからっていう、特に深い意味はね、ないですよね。うん。後から後付けで一応入れるときに意味とかは考え、なんかなんとなくつけるけど、別にそのなんか、必ずしも意味がある必要ないと思うし、うん、なくても全然いいんじゃないかなと思うんですよね。意味もなく入れて、どうたらこうたらで信念がないとかね、なんか無意味なことで、ほんとバカだなとか言う人いるんだけど、いや別に意味がなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ、本当に。例えばその筋トレにも関してもそうなんだけど、目かゆいんだけど、目かゆいんだけど、どうしよう。どうしよう、これ。目かゆいんだけど、どうしよう。ちょっと待って。話せる状態じゃないんだけど、ちょっと待って。どうしよう、どうしよう、これ。どうしよう。お母さんに怒られちゃうよ。殺す。花粉ぶっ殺す。まあいいや。それで、何の話したかわかんない人。え？やばい。何の話したか飛んだ。何の話なの？やべ、目のかゆさで忘れちまった。あれあれ、何の話してた？誰か答えてくれ。無意味なこと。意味がなくてもいいと思う。すべてのことに意味がなくてもいいと思う。なんだっけ？すべての物事に意味がなくても、いいと思うみたいな。なんだっけ、マジで。なんだっけ。なんだっけ。まあ、そう、入れ墨だ。入れ墨動画にね、意味がなくてもいいんじゃねえかなって思うっていう話ですよね。ね、意味がないのに入れちゃってさ、ほんとバカじゃないのっていう人いるけど、そんなことないと俺は思うよっていう話だったっけ。違ったっけ？なんだっけ？ やべえ、忘れた。まあいいんじゃない？意味がなくても。なんか日本の人って多分結構意味を求めすぎてる傾向にあると思うんですよね。まあ理由とかね、そういう意味ってね、結構大事な部分もあるんですけど、あ、違う、じゃ筋トレだ。思い出し、筋トレの話をしようと思ったの。筋トレでね、何のために筋トレしてんだっていうところをね、求める人結構いるんですよね。でもね、何のためにっていう、別に意味なくてもいいと思うよ。好きだからとかさ。俺は、まあ、筋トレが好きだからっていうのと、まあ、ボディメイク、したらいいかなと思うからと。あと、喧嘩がもともと強くなりたいっていうところから始めたんですけども、女にモテたいとかね、そういう動機でしてる人をね、ダメっていう人いるんだけど、そんなことないと思って、なんでもいいんだよ、意味なんてと思って。むしろ意味なんかなくてもいいかなと思っちゃうんですよね。まあ、逆に言うとね、逆に言うとというか逆の話もあるんですよね。これからして、うわー意味ねえことやってんなーって思っても、本人からはすごい意味のあることだったりとかね、もするし、だから他人のやることとか、そういうことに、なんか別に無理やり意味をね、求めなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね。本当日本の人ってね、結構、まあ日本の人に限らずかもしれないけども、でもどちらかというと俺の周りの外国人の友達よりかは、やっぱ日本人の友達の方が意味を求める。なんでそんなことしたのとかね。それ何のためにそういうことしてんのみたいな。てか、お前何のために筋トレしてんのとかね。何のために入れ墨そんな入れ墨入れてんのみたいな。意味なんかないんだよねっていうね。かっこいいと思ってるからやってるだけなんだよねみたいな。それ幅広い意味で言ったらかっこいいと思ってるっていう理由があるけど、こんなかっこいいと思ってるっていう理由になって、幅広くない視野の捉え方したらほとんど無意味じゃないですか。人によっては。ね。あんまり幅広い意味で言っちゃうと、もう極論何でもかんでも意味が持っちゃうから、それは本当に極論、このように無意味なことなんて存在しないみたいなね。まあいい極論ですけど、そっちはね。それは気の持ちようっすよね。意味のないことなんか存在しないって思えばそうだし。それはそれで、プラスな感じの思考だからいいかなと思うんですけど、シンプルにね、意味のないことでいっぱいあるよ。本当に。俺もたまにめっちゃ突然、なんで俺こんなことしたんだろうって自分でもわかんないことするときあるんだけど、それこそ本当に意味のないことだね。いいと思うよ、本当に。別に。なんかもう意味を求められることに疲れた。理由とか訳とかね、その意味をね、求められることに疲れました。本当に。なんか、なんだかわかんないけどすげえとかさ、なんだかわかんないけどイエーイみたいなとこあるじゃないですか。そういうなんかそのバイブス バイブスでやることって、
日本人とあんまり理解ができないみたいで、どうやら。ね。逆によくさ、海とかでさ、なんか落ちてる木とかをさ、なんか起きてる、あとでっかい石とかをさ、ジャボーンってやったりするんじゃん。あれなんだ、おい、まるで意味ないよね。あれにさ、おい、なんでお前そんなでけえ石を投げたんだよ、お前。なんでお前そんなの、お前、海に飲めながら水にお前そのでけえ石入れて、なんで逃げんだよ、さって、別に意味なんかないでしょ。バイブスだよ。でかい石があったらさ、でかい石があって、そこに水溜まりがあったら投げたくなんじゃん。意味なんかねえけどさ。ね。投げたくなんない。俺だったら投げたくなるね。うん。意味もなくね、意味もなく川の水とかせき止めたくなったりするでしょ。ダム作ってさ、せき止めらんねえけど、実際に。なんかそういう意味のないことってあるじゃん。俺意味のないこと結構好きなんですよね。うん。まあその意味のないことをするゆとりがね、あるのが人間じゃないですか。動物ってあまり意味のないことしないし、自分なのね、生きる上で。うん。人間ってのはその意味のないことをする、意味のないことに意外に労力を避けるね、ゆとりのある人種だから。うん。で、ミギー先輩も言ってたんで。うん。それで、それこそが人間なんじゃないかななんて、ミギーも言ってたしね。いいと思うんですよね、俺はね。意味のないことに労力費やしてもいいと思うし。なんか、意味を求めすぎられて本当に嫌になっちゃった。なんか、なんでお前そんなことしてんのみたいなね。そのセリフもう聞き飽きたわっていう。うるせえよ、お前らよって。そんなに意味が大事なのかよっていう。意味がなくたっていいこと、すげえってことがあんじゃんね。たまにいるのがね、携帯のアプリに課金して何の意味があるのっていう人いるんですよ。俺昔結構課金、ちょろちょろ課金してて、ドリランドとかさ、モンストとかさ、パズドラとか課金してたの。それ当時やってる時に、ねえねえ、何の意味があるの、そんな架空のね、データっていうか仮想のものにお金を課金して費やして何の意味があるのっていう人いたんだけど、いや何の意味があるのって、楽しんでるんだ、楽しいんだよ。楽しい時ってホルモン出るしね、いいホルモンが、それで十分じゃんってことだよね。別に意味なんかねえよ。楽しいから課金してんだよ。モンスター欲しいから課金してんだよ。ガチャガチャ回してんだよっていう。うん。うまいことガチャガチャ揃わねえんだよ。ねえ。昔は大変だったんだよ、ドリアンドとか。まあ、8体集めないとお前もらえなかったモンスターとかいっぱいいるんだからさ。ねえ。そんなことに意味をさ、問われてってさ、ねえよ、意味なんてっていう。むしろ、お前にそんなことね、説明したところでしょうがないだろう。いや、逆にお前の趣味で俺が理解できない趣味、例えばね、まあ、なんだ、俺の知り合いすげえグローブを収集するのが好きな人いるんですよ。グローブ、野球のグローブ、別に野球やるわけじゃないんだけど、野球のグローブを収集するのが好きな人いるのね。俺からしたらそれと同じだろっていう。自分が好きなアプリにね、お金かけて、たとえそれが仮想のものであっても好きなものだからお金をかけてるね。片やたまたまそれが実物、現物ね、手にも取れるものっていうか触れるものだっただけだってグローブっていうね、変わんないんですよ。結局好きなものに金をかけてるっていう。そこにね、何の意味があるのっていう聞く質問ってすげえ愚問じゃねっていうね、最高ナンセンスだよね。アイドルにさ、ほんと追っかけてさ、アイドル追っかけて金かけてるやつがバカじゃねとか言うやついるんだけど、そんなの別にお前の趣味にね、金かけてるのと同じだろって思うんだよね。お前がね、音楽聴いてね、音楽好きで音楽に金かけてるのと変わんねえよって。金がかけるとこっていうか、自分が好きなものが違かっただけで、ね、趣味が違かっただけで、アイドルに金かけようが、ね、携帯のアプリに、ね、金かけようが、ね、音楽に金かけようが、スポーツに金かけようが、同じなんだっていう、結局。何の意味があるのって。その質問に逆に何の意味があるのって思うよ。逆にその、お前が理解できないことに俺はこの理解に苦しむわっていう。自分の趣味以外認められへんのかっていうね。これはそのタトゥー批判にもね、通ずるものがあると思うんですよね。なんか日本人ってその自分の理解てか自分の好きなものとか以外になんか妙に冷たいところが、ドライなところがあるんでね。日本人日本人って言ってるけど、海外もそうですよとか言う人いるんだけど、たまたまなのかな、俺の周りの外国人の友達ってそうじゃないんだよね。たまたまなんですかね、お国柄なんですかね、その友達の ラテン系に偏ってるんだけど、俺の友達、外国人の友達って。たまたまなのかな。すげえ意味のないことでもさ、めっちゃ感動したりとか、わーすげえとかさ、なんかねえ、イエーイとかなってくれるですよね、その僕の周りの外国の方って。それが俺すごい好きで、日本人だったら何の意味、それ意味わかんない意味わかんないみたいな感じなんだけど、いやーすげえみたいな、外国人は。それがすごい俺好きなんですよ。多分バイブスっていうか、ノリっていうかね、日本人にちょっと欠けてる部分なんじゃないかなって思います、僕は。決して日本人を批判してるわけじゃないし、俺は日本人であることを誇りに思ってるし、
なんだろう、日本に生まれてよかったなとちょっと思う部分もあるしね。日本っていう国がすごい好きだし、だから日本を決して蔑んでるわけでもなく、ディスってるわけでもないんだけど、ただちょっと欠けてる部分はあるよなっていう、うん、別にそれをね、必ずみんなが持てよっていうわけじゃないんだけども、まあ国としてちょっと必要なんじゃないのかなと、そのノリの部分、うん、その勢いの部分、おとなしいですからね、日本は。控えめですからね、ちょっとまあ、あってもいいかな、楽しいかなとは思います。うん、なんで、あんまり意味を求めすぎないようにしましょうっていうか、うん、俺の動画には意味を求めないでください。あんまり俺に何の意味があるのって聞くのやめてください、もう。ねえから意味なんてっていう、深い意味なんかねえよっていう、ノリで行動してっからね。はい。っていうわけでございます。はい。そういうわけで、今日も、元気に、睡眠とってください。よくわかんないけど。さようなら。トミカ好きだろ？トミカ好きだろ？